タマゴッチ持ってきてくれないとね。やだ、ごめんなさい。しかもやだ、私タマゴッチ買ってくれない。ちょっと後でにして。困りますよ、こう私と会うときにタマゴッチ持ってきてくれないとね。確かに。持ってきてよ。まず大人になってないからまだ子供だから。あ、でもできる。嫁に行かせない。できるできる。あの普通に友達になることはできる。友達になりたくないって。なんで？このあの緑のは買うつもりなくて最初もうキーホルダー出かけていったんですよ。で、あのグッズとか。やだ、ごめんなさい。子供が。呼んでんだ。ここここここほら2個って。ごめん、なに、あれ2個って。あ、なんかも喋ってた。ガバンってやった。ごめんなさい、ちょっと今大事なお話中なのに。うん、子育てもしなきゃな。そうそうそう、もうね28にもなって子供授かってね、やってんだけど。そう、元スキピとかあるけど仲いいから誕生日プレゼントもらったんですね。で、なんとびっくりハイブランドのもの。しかもいやだ。ねえ、ごめんごめん、仕事で子供連れてこないで。すいません、そう、お留守番させてこようと思ったんだけどね。ごめんね。で、続けて。あんたが喋ってたから。私が喋ってた。ブランド物。あ、ブランド物ね。ねえ、なーに、たまごっち買ってくるな。ちょっと後でにして。ね、たまごっち買って。何？たまごっち。たまごっち。そう、今めっちゃ学校で入ってんので、みんなでこうやって通信とかして遊ぶの。ダメダメ。なんで？もうあれ、お父さんに言ってじゃん。ね、お父さん絶対買ってくんないから。お母さん言ってんじゃん。なんで、いらないだろ、どうせ捨てんの。ね、お願い、マチコも持ってるよ。マチコがどうした？マチコもやってる。どうせあんた捨てる姿。ね、捨てない。マチコとよりこうやって通信したりしてんの。ね、うちもしたい。分かった分かった。ね、お願いお願いね。なんだ、みんなよりこ、マチコ、サチコ、どっちか分かんないけどよ。自分を持て。よそはよそ、うちはうち。自分を持て。失礼します。こんな感じになって、ちょっとなんかすごいね、あのめっちゃこう楽屋っぽい楽屋ができたので。いや、やばいっすね。ちょっとあの皆さんに紹介しようかなと思います。ここにまずケータリング、見よう見まね。よくあるでしょ、こういうの。ありますね。よくあるでしょ。もうお菓子もしょっぱいものから甘いものまでありますよと、ね、どんな気分にも対応してます。こちらコールドドリンクなんかも揃えていて、お茶もよう分からんけど、すごいいっぱい種類。コーヒーもカフェオレがもう、はい、カフェオレ大体好きでしょ。大体好きですね。大体カフェオレ好きなんだから。こちらですね、ゴミの分別はしようねっていうことで、こちらもしっかりゴミの分別してくださいっていうね、圧をかけてます。ではここがちょっとあのメイクルーム、こちらですね、私物なんですけど。ちょっとごめんなさい。かわいいピン止めとかゴムとか綿棒とかカラコンとかちょっと置いてみました。すごい、楽屋っぽくなってますね。衣装ですね。はい、本日のタイムスケジュールです。1日目はアータソ様、アリシャン様、イグジット様、ガチヤマ様に来ていただきます。めちゃくちゃ豪華ですね。めちゃくちゃ豪華メンバーです。本当にありがとうございます。で、ここのスタジオもちょっとこう都心から離れたところなんですけど、心よくね、皆さん来ようって言ってください。2日目がスカイピース様、そして岡田様が来られます。3日目には那須川天心様いらっしゃいますから。いつも以上に美人ですね。
クロエの香水つけてます。やだやだやだ狙ってます。いや誰か狙ってる。一応なんかあの今ちょっと時刻が5時なんですけど、はい、5時でこれちょっと時刻表見ていただくと5時からイグジットさんとガチヤマさん来るということで、うん、まあ、ちょっと強めに香水つけてます。いつ声かけられてもいいように今日監督ですもんね。今日監督だから監督っていう立ち位置って結構いい立ち位置なのかな。権力を見せつつ今回りょうちゃんのバースデーラップに参加してくださった皆様、本当にありがとうございます。ラップの歌詞と音源はスカイピースさんが作ってくださって本当にありがとうございます。スカイピースがいなかったらできなかったと思います。ありがとうございます。 PV 撮影はデスさんという方にお願いをしています。すいませんよろしくお願いします。失礼します。お願いします。じゃあそれでは PV 撮影の裏側に行ってみよう。なんかいや腕が入ってるの。ああ腕がねチープな感じだね。お願いします。いらっしゃいませ。ちょっとうちさ、撮る前にマジで1個分見せようかな。はい、先ほど私の名前を階段で呼んだ。全然呼んでないっすね。本当に。はい、もう僕今日この現場で誰よりもペーペーだと思ってるんで、うん、一言も発さずに。本当に。だからもう井口人さんの声とか聞こえたら一回携帯音量全部ゼロにしてこうやって押しずつ座ってマジで来ました。あそこに階段あるやん。で、さっきなんか一人で歩いてたの。はい、ゆこ、本当え、僕っすか。いや、絶対僕じゃないっす。ゆこマネージャーさんとかじゃないっすか。え、違うんでしょ。日頃の。違いますね。日頃のあ、ついてきたんです。一回、じゃあガチヤマさんにニコって言ってもらっていいですか。ニコ、あ、そっちか。ついてきてるんですよね。ずっとあれが、家のやつ。え、やめて。マジで。もう帰ってよ。助けてあげるよ。全然家行くよ、今日俺。いい。じゃあ、お持ち帰りくる。変態人いないから。確かに確かに。どうしても変態人いないから。いかすぎるだろ、それ。すごいっすね。パパイヤみたいな。パパイヤ。ニコの時計もなんか独特だもんな。かわいい。あ、たまごっちそれ。たまごっち。今のたまごっち、味噌パン。今のたまごっち、腕につけるの。タッチパネルなんだ今。やたらしすぎるんだけど。これじゃあ忙しい編集の合間にこうやってんの。だ誰だってやってんの。リゴ。通信とかできるから。やってよ。遠くの人とも通信できるの。遠くはできないかも。この時代で近くないとダメだな。